アダナはトルコ中南部の都市、アダナ県の県と、人口は173万人でトルコで5番目に大きな都市である。市街から東へ12キロメートルのところにナトウの空軍基地がある。ローマ帝国の時代、紀元前63年に大ポンペウスによって町が建設されたと伝わる。以後、街道駅として栄えた。ローマ帝国が滅んだ後は衰退したが、 8世紀にバグダードのカリフ、ハールーンアイコールラシードの地下で再建された。後にオスマン帝国の支配下に入った。アダナとその周辺は19世紀に入っても遊牧的伝統の強い地域だったが、1865年より政府軍が派遣されて遊牧民が抑圧され、綿花栽培地への転換が図られた。帝国内のアルメニア系住民が大農園を 形成し、トルコ系の商作人やクルド系の季節労働者を酷使することも見られた。このことは帝国内部の民族対立を助長させた。オスマン帝国が解体された後、一時期フランスに占領された。オスマン帝国末期、1909年にアダナではアルメニア人の大虐殺が起こり、約3万人が犠牲になったと言われる。タウロス山脈の南側、 キリキア平原の中央、地中海から約5 0トル内陸に位置する。欠片の気候区分で地中海性気候に区分される。麺や小麦、ぶどう、柑橘類、オリーブなどの集産地であり、繊維工業、食品加工が盛んである。あだ名には、あだ名スポルとあだ名デミルスポールの二つのサッカークラブがある。ありがとうございます。